私はシアトルで一番最初の江戸前スタイル寿司職人です。はい、いらっしゃい、いらっしゃいませ。シアトルに私は50年住んでまして、私が来たところ時はこのローカルのお魚はまだお寿司にはできてなくて、私がいろいろローカルの魚をシーフードを探しまして、グイダックとかあるいはオーシャンスメルトで、ローカルのスクイッド、私が初めてのお寿司を作り出して非常に感じたことは、これからこの江戸前スタイル、本当の日本の伝統的なお寿司はだんだん人気が出るんじゃないかなと思いました。シアトルで初めての寿司カウンターを作りました。Perfect. 私が招きでお寿司を寿司カウンターを作ったのは、私が働いたと同時にスタートしました。シアトルの江戸前寿司を作りました。でそれからずっと50年握ってる間に店を5軒作りました。でやはりいろいろな方に江戸前寿司を教えながら、人数ははっきり覚えてませんけど、だけどかなりの人が寿司を習ったと思います。私の先生は大先生です。数寄屋橋の次郎さん、次郎さんに私は習いましたのはもう寿司のすべて、ファンデーション、もう基本を全部すべて習いました。私のお箸の持ち方を直していただきました。その他もちろん魚をおろし、でご飯の炊き方、ご飯の合わせ方、酢飯の作り方ですね。次郎さんと山へ登ったことが一番多いです。ハイキングですね。マウント富士も登りましたし、東京の周りの山すべて回りました。で次郎さんはボウリングが非常に上手でして、時々一緒にボウリングなんかもやらせていただきました。非常に楽しかったです。より新しいことをたくさん、今でも習っていることはたくさんありますし、これからもまだ一生懸命習おうと思います。
ックルヘリングはスカンディナビアンの方たち、あるいはヨーロピアンの方、オランダでは生でニシンを食べてますので、これはもう絶対にシアトルでは出さなきゃいけないと感じました。ニシンを用意するには2日間必要です。ニシン、ヘリングですね。これはやっぱし酢で締めるから、それと同じように日本ではコハダっていうお魚があります。コハダに非常によく似てる感じがしますので、コハダと同じような仕込みの仕方です。これは私塩で締めてから洗って、それを酢で締めます。シアトルの方たち の, シーフードに対する考え方、味の考え方、非常に変わりまして、その生の魚、フレッシュシーフードを非常に喜ばれるようになったということは非常に嬉しいです。イクラの作り方、これはサーモンの卵ですから、生では食べられないから、やっぱり塩にすること、私が職人小僧で働いている時は全部塩イクラだけでした。塩イクラのみです。漁師がサーモンの卵ですね、これを投げている、これには驚きました。おーのーですね、びっくりしました。だけどもただもったいない。日本でイクラを捨てるってことは、イクラ、サーモンの卵を捨てるってことはありえなく、日本で非常にお寿司の種、あるいはつまみ物、あるいは居酒屋さん、イクラは非常に貴重品で、もう驚いて、なんとか私が作りたいなと思いました。こちらの方にやはり日本の伝統的なお寿司を食べていただくっていうことが私は非常に嬉しく、This is ズケットナ。We marinated in a special sauce. 堺 salmon. This is a king salmon. This is a king salmon belly. I'm going to torch this. Spanish mackerel. This is a local pickled herring. Norwegian mackerel and king mackerel from Florida.Still moving, because this is from the Puget Sound. Here's a gui duck. Here's octopus, and I'm going to torch albacore tuna belly. Here's a matsutake sushi style. Hi, this is a salmon roll, ikura.そうですね、小さい時は寿司職人ってことはあまり頭にはなかったけれど、寿司を好きな寿司を握り出し、で外国へ行くということも私の一つの外国、とにかく外国へ行くっていうことも私の一つの夢でして、親からもそういうこと教育を受けましたので、ラッキーなことにアメリカへ来ることができました。